どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうとやってきました。はい、ということで本日は私、東京は渋谷区にやってまいりました。いやもうね、最近は徐々に気温が暑くなってきて、暑い暑い汗が流れると、さあ暑い日には何を食べるか、そうです、辛い料理です。激辛料理です。ということで本日は渋谷で食べれる激辛料理を紹介させていただきたいと思います。本日のお店がこちらです。ドン、スパイシーマッチョマン、スパイシーマッチョマン、ファイヤー通り店ということで、こちらですね、以前東京駒込にあるラショーハンという担々麺屋さんを動画で紹介させていただいたんですけども、6月から渋谷にオープンされたということで、本日私調査しに行きたいと思います。それではね、早速中に入っていきましょう。スパイシーマッチョマン、スタンダードなメニューですね。こちら汁なし担々麺、まあ基本的に汁なし担々麺になるんですけれども、これが一応看板メニューになっております。で、まあ、ちょっとね、辛いのが苦手な方は、まあ、この台湾汁なし担々麺、まあ、これからスタートした方がいいのかなと思うんでね。ゆういっちゃいなよ。じゃあこれ君、僕はもっとダメですよ。これいけんの？それにしようかなと思って。これいく？はい、あ、じゃあこれいこう。私はですね、こちらの見てください、四川汁なし担々麺ということで、見てください、唐辛子マグが5つの爆発マグがついてるんだよ、これ。爆発。激辛でしょ。いけますか？いけます。もちろん任せてください。ということで、じゃあ早速ね、楽しみなんでね、注文していきましょうか。スパイシーマッチョマン。私のせいと。はい。はい、ということで来ました。こちらが四川汁なし担々麺でございます。見てください、これ。うわー、美味しそうだね、これ。ちょっと言ってみて、これ。うわ、非常に美しい見た目でございます。ちなみに私こちら、パクチーとチャーシュー、三元豚のチャーシューを、トッピングさせていただきました。うわ、美味しそうですね。非常にいい香りでございます。いただきます。さあ、四川汁なし担々麺、お手並み拝見ですよ、これね。ちょっとまずね、君、はい、君のちょっとそれからちょっと食べてみなよ。その、こちらが何でしょう。汁なし担々麺、はい、はい、汁なしなのでしっかり混ぜてくださいよ。よろしくお願いします。混ぜ混ぜしちゃいますよ。いい香りがこちらまで漂ってきます。はい、どうぞ。おお、いきましたね。おいしそう。どうですか、うまい。おいしそうですね、これ。うわー、すごいね。はい、僕でもいけます。ちょっと僕も一口食べていいですか。それおいしそうです。じゃあちょっとだけ、すいません、拝借させていただきます。いただきます。うん、美味しいですね。うん、ま、僕でも食べる。チュルチュル美味しいね。美味しいです。じゃあ、ありがとうございました。すみません。いや、すみません。ありがとうございます。はい、自分のですね。あ、美味しい。あのね、香りがいいわ。じゃあいいですか、私こちら、四川、汁なし担々麺ということで、今はちょっとこれ全然違いますよ。全然違います、高さが。見てください、これね、具材は、ネギ、ピーナッツ、貝割れ、そしてチャーシュー、これね、トッピングさせていただきました。あるパクチーやら。一気にいきました。やっぱね、こっちに比べると全然違う。山椒がね、こうグッとこう決めて、しれちゃいます。うん。こう麺をこうすするとね、ところどころこうピーナッツのサクサクの食感が。またいい。これいいですよ。いや、それなんですか。チビ料理、自家製。オリーブオイルと一緒に作ってる。わ、すごい。ちょっと味変わりすぎちゃうんで、このぐらいにします。あ、そうなんですね。山椒をオリーブオイルでつけたと。そうですね。おしゃれですね。違いますか？うん。あんまりドバって入れたら、なるほど、罰ゲームみたいになっちゃいますか。そうそうそう、おっしゃる通りですよね。このオリーブオイル結構、ちょっと君食べて。いただきます。はい。チェリーの食って、パスタっていいんですよね。あ、来る。後から山椒なので、ご飯じゃ。美味しいね。おお、すごい来ます。山椒美味しいですね。うん。普段しびれが出てくる。あ、そしてこちらチャーシュー。いきます。うん。おお。うん、おー、汗が。そしたらいい感じで来ました。うん、
という間です。でここパクチーを入れるとちょっとこうエスニックな感じに出ますよね。はい、じゃあラスト。ごちそうさまでした。すごいよ、今口の中。じゃあそれ今日の辛さレベル、はい、辛さレベル6です。ということでね、これね、渋谷店、6月からオープンしてます。駒込店もありますのでね、ぜひ、スパイシーな、担々麺食べたい方はぜひ、来てみてはいかがでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。スパイシーマッチョマン。もしかしたらシンガポールで一番辛いメニューかもしれない、ところにちょっとやってきたんですけども、あ、こいつ。